あけみちゃんに。5月の事件から1ヶ月以上過ぎた6月末。その頃になると警察も、何かあったら電話してね、と言って巡回してこなくなった。俺自身、もうさすがにないだろう、と勝手に思い込み、かなり油断していた。それがいけなかったのかもしれない。その日俺は夜中に小腹が空いたので、ちょっと何か買ってこよう、と駅前のコンビニまで行くことにした。時間は確か夜の10時半か11時頃だったと記憶している。コンビニで買い物をして外に出ると、まだ終電の時間すら過ぎていないのに、駅前にやけに人が少ない。前回と同じ状況なのに、その時の俺はこんなこともあるんだな、と特に気にせず歩き始めた。しばらく暗い夜道を歩いていると、いつも通る公園に差し掛かった。すると街灯の明かりにわずかに照らされて、ベンチに誰か座っているのが見えた。ただ距離が少し離れていたのと、街灯があるとはいえそんなに明るくないので、誰が座っているのかまではわからなかったんだが。こんな時間に何やってんだろう、と思いながら公園を過ぎようとすると、その人影がこちらに気づいて駆け寄ってきた。シルエットからどうやら女のようだと気づいた瞬間、俺は自分がいかに迂闊な人間であるかを後悔した。予想通り駆け寄ってきたのは、あけみちゃんだった。あけみちゃんはニコニコしながら、やっと会えたね、と嬉しそうだ。手元には例の少し大きめのバッグも持っている。どう見ても、その中には例の中華包丁が入っているだろうことは、容易に想像がつく。俺はなぜかその時、かなり混乱したようで、こんな状況にもかかわらず、相手が明美ちゃんじゃなかったら、こんな最高なシチュエーションはないのに、と、この後に及んで、わけのわからないことを考えていたのを覚えている。そんなことを考えながらも、何とかして逃げないといけない、とも考えを巡らした。明美ちゃんとの距離はまだ4、5メートル離れている。彼女は、何と呼べばいいのか知らないが、履いているのはヒールのついたサンダルみたいな靴で、明らかに走りづらそうに見える。ちなみに俺はスニーカー。その上、高校時代はバスケ部だったので、そこそこ体力にも自信がある。このまま走って逃げ切れば、振り切れそうだ。自宅の方向へ逃げるのはまずい、と感じた俺は、タイミングを見計らい、道を90度曲がり、自宅とは別方向へ全力へ逃げた。自宅とは別方向へ全力疾走した。走りながら俺は警察に言われたことを思い出した。携帯の電話番号を登録しておくから、話ができなくてもかけてくれさえすれば、アパートにパトカーを向かわせるよ、と。慌てていつも携帯を入れている方のポケットに手を突っ込んだんだが、携帯がない。反対側とケツのポケットにも手を当てて確認したが、ない。そういえば、どうせすぐ戻ってくるし、と思ったので、携帯は充電器に差しっぱなしで出てきたんだった。俺は自分の迂闊さを心底後悔した。多分、1キロ近くは走ったと思う。今は考えるとかなり不自然なんだが、その間車は何台かすれ違ったが、歩いている人には一切出会わなかった。夜中の11時頃とはいえ、なんかおかしい。偶然か？もうさすがに追ってきてはいないだろうと考えた俺は、一旦立ち止まり、これからどうすべきか考えた。そこであることに気づき、今来た道とは別ルートで、さっきの公園まで戻ることにした。
気づいたこと。とは、その公園には今時珍しく電話ボックスがあったのを思い出したからだ。途中で明美ちゃんに出会うリスクはあるが、今時確実に電話ボックスがある場所というのはかなり貴重だ。とにかく警察に連絡を取らないといけない。俺は神経質なくらい慎重に、曲がり角では特に細心の注意を払いながら、かなり時間をかけて公園まで戻った。公園に着き周囲を伺い、さらに公園の周りを一周して確認したが、人影は一切なく安全そうだ。安全を確認できた俺は電話ボックスへ向かうと扉を開けた。その時、俺の肩を誰かが叩いた。マジですか。この時俺は一生のうちで最大の絶望感を感じていた。そして、きっと彼女とは別の人だ。というわずかな期待を持って振り向いた。そこには、当然のようににっこりと可愛らしい笑顔で俺を見つめる、明美ちゃんがいた。俺はかなり情けない叫び声を上げて地面に尻餅をついた。明美ちゃんはそれがおかしかったのか俺を見下しながらクスクスと笑っている。その笑顔がやっぱりかなり可愛くて、可愛いからこそ余計に不気味だった。こんな情けない状況でも、それでも俺は虚勢を張って、この前といい、今回といい、なんで場所がわかるんだよ。と、かなり強気に質問を投げつけた。すると、明美ちゃんは、またクスクスと笑いながら、だって、君のジーンズのポケットの中に、私がいるから、どこにいてもわかるよ。と、言い出した。わけがわからない。こいつ、やっぱりおかしい。いわゆる本物ってやつに出会ったことはないが、これが本物というやつなんだろう。俺があっけに取られていると、明美ちゃんは、お尻の方の右のポケットだよ。と言い出した。どうやら、ポケットの中を確認しろ。ということらしい。逆らったら何をされるかわからない。俺は地面に座ったまま腰を少し浮かせ、ポケットの中を確認してみた。すると中に何か細長いものがある。乾電池？と思いながらそれを取り出すと、街灯の薄明かりに照らされたそれは、人の指のようなものだった。俺はまた情けない叫び声を上げて、それを地面に投げ捨てた。が、投げ捨てて気づいたのだが、触った感触といい質感といい、どう見ても本物の指ではなさそうだ。どうやら、マネキンか何かの指らしい。すると、明美ちゃんがにっこりと微笑みながら、捨てちゃダメだよ。と言いながら指を拾い上げ、目の前にかがむと、俺のポケットに指を戻し、そして耳元で、こんなことを囁いた。次、私を捨てたら、殺すから。俺は何か言い返したかったが、あまりのことに頭が真っ白になってしまい、ただ顔を引きつらせることしかできなかった。やばい。やばすぎる。こいつとんでもない。早く何とかしないと殺される。しかし頭の中は完全にパニック状態。とてもじゃないが、この状況で冷静な思考などできない。すると明美ちゃんは、こんなところで話してるのもなんだし、君のうち行こう。と言うと、俺の腕をつかみ、片手で引っ張り起こした。一応伝えておくと、俺は身長175センチ、体重は72キロ。
説明するまでもないが、女の子が片腕で引っ張り起こせるような体格ではない。とても10代の女の子とは思えない、ものすごい力だ。あまりのことに唖然としている俺の腕を引っ張り、明美ちゃんはどんどん俺のアパートの方向へと進んでいく。どうやら俺の住んでいる場所もすでに突き止めているようだ。その時気づいたのだが、また電車の時のように、クチ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 とプラスチックのような硬い軽いものがぶつかり合うような変な音がしている。あけみちゃんはニコニコと嬉しそうだ。そして、ようやく気づいたのだが、どうやらこのカチカチという音は、あけみちゃんが歩くたびに鳴っているらしい。その時はどこから鳴っているのかはさっぱりわからなかったのだが。歩きながらあけみちゃんはかなり嬉しそうだ。そして、俺の腕をしっかりと掴んでいて、話しそうにはない。俺は自宅に着くまでに、なんとかこの場を切り抜ける方法を考えなければ、と、あれこれ思考を巡らした。が、早々そんないい方法が思いつけるわけもなく、かといって文字通り、ありえないレベルの怪力女である明美ちゃんを力ずくで振り切るなど不可能だ。そして、何ら解決策が出てこないまま、とうとう自宅アパートに到着してしまった。部屋に着くと、あけみちゃんは楽しそうに俺の部屋を物色し始めた。男の人の部屋ってやっぱ結構散らかってるんだね。とか言いながらいろいろ見て回っている。が、俺の方は気が気ではない。今は機嫌がいいが、このあからさまなメンヘラちゃんがいつ機嫌を損ねるかわからない。そして機嫌を損ねたら、おそらく俺は殺される。すると彼女は、部屋散らかってるし、片付けてあげるね。と言い出した。この状況だけ見ればものすごく美味しいシチュエーションだ。まるで付き合ったばかりの彼女を初めて自分の部屋に呼んだような、そんな状況と言っても過言ではない。しかし、部屋にいるのは巨大な中華包丁をバッグに隠し持ったコテコテのメンヘラさんであり、俺はメンヘラさんに捕らえられた哀れな獲物でしかない。そんなことを考えていると、あけみちゃんは例のカチッカチッカチッという音をさせながら、部屋の隅に無造作に積み上げられた雑誌や漫画やテキストやその他諸々を種類ごとに分けて整理し始めた。その時、おそらく彼女は髪の毛が邪魔に思ったのだろう。少し無造作に自分の首元の髪をかき上げた。その時、俺は信じられないものを見た。あけみちゃんが髪をかき上げて見えた首筋に、うっすらと線が入っており、それは後ろの方まで続いているのだが、ちょうどうなじの真上部分で、線が欠けているような状況になっていて、そこだけ、ちゃんと噛み合ってない、としか見えない状態になっている。そして、その噛み合ってない部分が、あけみちゃんが動くたびに、カチッ、カチッ、と鳴っているのだった。一瞬のことだったが見間違いではない。明らかにあけみちゃんの首筋には、つなぎ目がある。俺は頭の中が、で、いっぱいになった。なんだこれは。俺の目の前にいるのは、一体なんだ。
ここに来て明美ちゃんは危険なメンヘラであるという認識を改め、なんだかよくわからない人間ではない何かの可能性が出てきた。そんなことを考えながら、俺が明美ちゃんの首元を凝視していると、それに気づいたのか、何ですか？恥ずかしいじゃないですか。と、にこやかに笑いながら、また部屋の整理をしている。その時、おそらく後で整理しようとしていたのだろう。棚の少し上の方に置いてあったテキストや辞書などが、明美ちゃんの頭に落っこちた。どうぞ！と大きな音がして、その後、いったーと頭をさすりながら、どじっちゃいました。的な顔をして、俺の方を見た。が、その姿は異様だった。首筋に入った線のところから明らかに首がずれている。明美ちゃんは、あーと言いながら首を元に戻すと、何事もなかったようにまた本や雑誌の整理を始めたのだが、俺の頭の中はパニック状態だ。一体あれは何なのか。俺は一体何を見た。意味不明すぎる。一つ分かったことは、俺の目の前にいるそれは明らかに人間ではないということだ。パニックになりながらも、俺はこれからどうするべきかを考えた。すると、ふとベッドのところに置いてある充電器に刺さったままの携帯が目に入った。これだ。警察官が言っていた、電話さえすれば返事がなくともパトカーを様子見に送る、と。俺は明美ちゃんに悟られないように、そして不自然にならないように、可能な限り自然な動きでベッドのところまで移動し、携帯の方を見ようとすると、明美ちゃんが、携帯触っちゃダメだよ、と振り向きもせずに言い出した。しゃれんならん、気づいてやがった。そのまま動くことができず呆然としていると、明美ちゃんがスクッと立ち上がり、俺の方へとやってくると、携帯を充電器から抜き取り、自分のバッグの中へとしまい、何も言わずに、そのまま部屋の片付けに戻っていった。これからどうすべきか、何か考えないといけないのだが、あまりの出来事に動揺してしまい、思考がうまくまとまらない。とりあえず辺りを見回してみると、ふと中身が入ったままの電気湯沸かしポットが目についた。そこで、俺は普段なら絶対に考えつかない方法を思いついた。こいつは中に結構な量のお湯が入ったままだ。こいつでぶん殴れば、さすがに。俺は別にフェミニストとかそんなんではないが、さすがに普通なら女の子に暴力を振るようなことはためらわれる。が、今は状況が状況だし、そもそも明美ちゃんは男か女かとか以前に明らかに人ではない。ためらわれるなんてカッコつけてるような余裕もない。俺は意を決してポットの取っ手を握りしめると、ああと絶叫しながら、明美ちゃんの頭を全力でぶん殴った。明美ちゃんはそのまま壁の反対側までぶっ飛び倒れた。そして俺が様子を見ようとすると、むくっと上半身を持ち上げ、一体何すんの？と、まるでおふざけで小疲れてちょっと怒ったふりをするような、そんな感じの返事をしてきた。俺は明美ちゃんの姿を見て恐怖心で動けなくなった。返事が状況に似つかわしくないからではない。
何と説明すればいいのか。上半身を起き上がらせた時に、顔の鼻から上と言えばいいのか、それとも眼下の下の部分から上と言えばいいのか、その部分だけボロッと顔面から落っこち、鼻から下だけになった顔が、そんなことを言っていたのだ。ありえない。あまりのことに動けなくなっていた俺だが、すぐに我に返り、手に持っていたポットを明美ちゃんに投げつけると、後ろを振り返り玄関へダッシュすると、そのまま外へ逃げ出した。そして道路まで出ると、一旦アパートの方を振り返ったのだが、そこでまた、とんでもないものを目撃した。俺の部屋は2階にあるのだが、明美ちゃんが部屋の窓から身を乗り出し、片手に中華包丁を、もう片方の手に自分の頭のパーツをつかみ、ちょうど俺の方を見ながら、下へと飛び降りるところだった。俺はもう頭はパニック状態。しょんべん漏らしそうになるほど全力で恐怖し、いい年こいて涙目になりながら、もう道順も目的地も何も関係なしに全力で逃げ出した。おそらく後ろの方からかなり遠くにだが、カチ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 と音がする。カチカチ、おそらく明美ちゃんが俺を追ってきている音だ。俺は追いつかれたら確実に殺されると思いながら、ふとさっき明美ちゃんが言ったことを思い出していた。私を捨てたら殺すからと。私ってどういう意味だ？本体はあの指ってことか？意味がよくわからないが、とにかくこれが鍵になりそうではある。しかしどうしたらいいのかわからない。捨てなければどこまでも追いかけてこられるだろうし、しかし捨てたら殺すと言われた。だがそもそもこの状況、どう考えても指を捨てようが捨てまいが、追いつかれたら殺される。こうなってくると問題は捨てるか捨てないかではなく、どう捨てるかだ。そんなことを考えながら走り続けていると、大きな道路に出た。そしてその道路を渡った100メートルくらい先のところに、神社らしき鳥居が見える。俺は何の根拠もなく、これだと思った。もうヘトヘトに疲れていたが、最後の力を振り絞って全力疾走すると、道路を横断し鳥居をくぐり、ポケットの中から例の人形の指を取り出すと、それを拝殿の中に投げ込んだ。それと同時に道路の方からヒーと車が急ブレーキを踏む音が聞こえてきて、その後トンと結構大きな音がした。鳥居越しに車が止まっているのが見える。もしかして明美ちゃんを引いたのか。そんなことを考えながら恐る恐る道路に出てみると、30代ぐらいのおじさんが車の前に立ってどこかに電話している。様子から察するに警察か救急車だと思われるのだが、不思議なことに辺りを見回してもそれらしき人物がない。俺がどうしたんですかとおじさんに声をかけると、それが今人を引いちゃったはずなんだが、見ての通り人なんていないんだよ。んで、とりあえず警察にと思って。と言う。タイミング的に明らかに引かれたのは明美ちゃんのはずなのだが、ふと道路の端の方を見ると、なんかの残骸みたいなものがいくつか転がっている。恐る恐る近づいてみると、それは人形の残骸だった。そして胴体や足の部分の衣服などを見る限り、それはどう見ても明美ちゃんのものだった。俺は混乱した。確かに人形みたいな痕跡はあったのだが、こんなあからさまに安っぽい人形の姿ではなく、もっと質感的にも普通の人間っぽかったはずだ。
ここにあるのは何だ？どういうことだ？私を神社に投げ込んだからお祓いができたのか？そんなご都合主義なことがあり得るのか？頭の中がハテナでいっぱいになった。が、目の前にある現実は変わらない。そうこうしていると警察がやってきた。俺も一応目撃者というか、ある意味被害者なので、いろいろと事情を説明したのだが、当然意味不明すぎて警察も信じてくれない。明美ちゃんらしきものを引いてしまった人も、あまりにも意味不明で何が起きているのか理解できないらしく、なんかちょっと興奮気味に警察に何か話していた。ただ一つだけ不思議なことがあった。人形って普通は手や足を胴体とつなぐジョイント部分ってものがあるよな。この人形、警察も不思議に思っていたようだが、そういうジョイント部分が一切なかった。つまり、どうやって人の形に接続されていたのか、さっぱりわからない。明美ちゃんのあの姿からして、中に何か入っていたんじゃないか、とか、いろいろ怖い想像をしてしまうのだが、今となっては何もわからない。そもそもこの人形の残骸は、そのまま警察が証拠品として持ち帰っていってしまい、その後どうなったのかわからないからだ。なんともあっけない幕切れなのだが、実はこの後、何もない。自宅に帰ってみると、どうもあの騒ぎを誰かが通報したらしく、警察がやってきていた。そして、部屋に残されていた明美ちゃんのバッグを証拠品として持っていったのだが、結局身元がわかるようなものは何一つなかったらしい。ただ、携帯に関して後から変なことを教えてもらった。明美ちゃんの持っていた携帯、もう何年も前に解約したものらしく、書類上はとっくに廃棄されているはずのもので、通話を受信できるような代物ではなかったらしい。その後現在まで、俺は明美ちゃんに出会うことはありません。ただし、今でも急に人気がなくなったり、元からあまり人気がないような場所は恐ろしくて近づけません。人形に関しては、いろいろと想像できる部分もあるのですが、あまり憶測で話したくないのと、変に想像すると現実になりそうで怖いので、そういうことは、これを聞いている皆さんの想像にお任せします。以上です。2話にわたり、長々とお付き合い、ありがとうございました。明美ちゃん2。はい、どうも。人にまつわる怖い話その6をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。影の像と申します。少し前に高級フレンチにちょっと行ってきまして、で、まあ、見たこともないご飯を食べさせてもらったんですけども、何やったかな、魚料理の時にめっちゃアリ臭かったんですよね。アリ、まあ、友達何人かと言ったんですけど、アリ臭って言ったら誰も分かってくれなくて、なんか僕めっちゃ鼻悪いんですよ。点鼻薬ずっと使ってるぐらいなんですけど、ただなんか自分があんまり好きじゃない匂いに敏感らしくて、納豆があんまり好きじゃないんですけど、ちょっと古いコーヒーとか、まあ安いコーヒーの匂いを嗅ぐと納豆臭って思う時あるんですよね。
これも誰にも分かってもらえなくて、僕調べたんですよ。絶対関係があるって言うて。で、やっぱりなんか両方ともその豆でちょっと腐ってきてるっていうので、あの匂いがどうも発生するらしく、ホラーって話をしたんですけども、まあちょっと、なんかオカルトに結びつけたくはないですけども、なんかそういう変な匂いを嗅ぐ能力はどうもあるらしいです。これにまあ近いんかどうかわかんないんですけども、友達はその味を例えんのが非常にうまいやつがおって、ライチ。フルーツのライチ。僕フルーツ好きじゃないんで食べたことないんですけど、おばちゃんの味がするって言うんですよ、そいつ。いや、おばちゃん食うたことないのに分かるわけないやんって言って、周りの人が食べるんですけど、ほんまやって言うんですよね。僕もそれ受け売りで、ライチ食べてみ、おばちゃんの味すんでって言って、何言ってそんなわけないやん、ほんまやっていうのが結構あって、なんか面白い独特の表現をする人なんだなっていうふうに、人のことまああんまり言えないですけども、思いました。それでは、人にまつわる怖い話、その7でお会いできましたら幸いです。影の像でした。ほなほな。